背番号9番塚田拓です。ポジションはフォワードやってます。ご自身の得意なプレー、はい、ここを見てくれというところを教えてください。第一にやっぱりそのヘディング、まあ、フィジカルの強さで強さっていうところを見ていただきたいなと思います。塚田選手今年37歳、はい、チームの中ではもうベテランとありましたけども、はい、そのあたりこう年齢のところサッカー選手としてはどのように考えてますか。まあ、本当にこう自分自身落ちてない、体力的にも落ちてないって思うんですけど、やっぱ絶対実際落ちてるところはやっぱ多々あるんで、しっかりそこはその頭使って細かいポジショニングであったりとか、そういうところをもっとなんていうんですかね、ただ単に本能で動くんじゃなくて、しっかりこう頭使いながら賢いサッカーをしていきたいなとは心がけております。チーム若い選手多いですけど、まだまだ負けないですよね。いや負けたくはないですね、はい、気持ちは常に一番でいたいんで、はい、監督にも俺を使えっていうアピールはずっとしてるんですけど、今年チームは東大阪をホームタウンとして、活動していきます。東大阪に向けての、まあ、思いみたいなのはありますか。もともと僕 その大学の後に東大阪 FC っていうところに社会人として入らせてもらって、いろいろその場所であったりとか、いろいろ先輩方に連れて行かれたところとかでも思い出の場所とかもあるので、しっかりと東大阪っていう街をアピールしながら頑張っていきたいなとは思います。今シーズンのご自身の目標、チームの目標を教えてください。個人としても本当にチームとしても、まずは絶対に勝つっていうことが第一なので、そこからじゃないと一つ一つの階段っていうのは登っていけないと思ってますので、しっかり優勝を目指してチーム一丸となって個人としても頑張っていきたいなと思います。では最後、サポーターにメッセージをお願いします。いつも応援ありがとうございます。今年は皆さん念願の優勝っていう2文字に向けて僕ら頑張ってますので、これからも応援よろしくお願いします。